った状況になっています。ライオンズにはチャップマンです。コービーパルスがバックダウン、バックダウンからこの運動量です。第4クォーター終了間際、同点に追いつくスリーポイントを見せた長谷川智也がここでも決めていきました。これで同点です。コービーパラスからイヴァン・ラベネル、ハイロープレー、杉本へ畠山が食らいついている。スピード勝負のところ杉本、コービーパラススリーポイント。コービーパラスがリバウンド、そしてそのままバックザビハインドを決めていく。アルティリチバは抱えております。これはコービーパラス、バックザビハインドからうまい技、そして機動力、そのまま持ち込んでいく。コースとコースと、なんだこの男は、まあ、かなり面白いクラッチタイムが、あーっとスティールになった。杉本のスティール、そしてコービーパラス3ポイント。杉本からアシュリーへ、そしてコービーパラス、コービーパラス対松山になっている。これはエンドワン、なんというショット、すごいショットが決まりました。ちょっと見てみましょう。これ体を当てられながらほぼほぼ真上を向いて